冬は思ってたよりも快適でした。というのも電気自動車は意外と夏に強くって冬に弱いっていうふうに言われてて、燃費ですねが落ちたりだとか、あとはエアコンどうしてもエンジンを積んでない分バッテリーの熱と、あとはヒーターをこう電熱線を熱して、その温まった電熱線を空気を送って中に温かい空気を車内に入れるっていう方式なので、どうしてもバッテリーの容量を食いがちだったんですけど、冬実際にエアコンを使ってみて減りはするんですけど、そのシートヒーターがついているので、極端にこう寒い地域で暖かくしなきゃとかっていうことがない限りは、基本はエアコンの設定温度もそんなに高くしないでシートヒーターメインで走っていれば、今まで通りの感覚で使えたかなっていう感じですね。別付けでもつけた方がいいぐらいシートヒーターは必須ですね。直接体に触れてる部分から温まってくるんで、こう体が冷えづらいって言ったらいいんですかね。エアコンだとちょっと暑くなったから消そうとか、温風が顔に当たって嫌だから消そうとかっていうと、もうすぐ車内冷えちゃうんですけど、シートヒーターだったら背中からお尻までじんわりずっとあったかいので、僕はエアコンよりも体が温まって正直好きですね。で、意外とじゃあ触れてない部分はどうなのって言われるんですけど、体の芯の方まであったかくなってくるので、意外と全体的に体自体は温まります。